世代を超えた壮絶な決闘に備えよ。伝説の佐古が新鋭戦場ヶ原に挑む。スタイル、経験、そして純粋なハートの戦い。リングを制するのは誰だ？竜の洗練されたテクニックに打ち勝つのは悪魔の力か？この歴史的な激突を見逃すな。ライバルの炎がストリートファイターの世界に燃え上がろうとしている。ベルトを締めて素晴らしい戦いに備えよう。チャンネル登録、いいね。コメント、ベルを押してストリートファイター6の最新情報をゲットしよう。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。剣道多いね。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。ここからが大事だ。さあまずは飛び道具で牽制していきます。ドライブラッシュで試合のテンポを崩します。弾で反応を見ているか。さあここは位置を入れ替えていきます。ここはどう出るか。お互い引く気はありません。攻撃の手を緩めます。ドライブゲージがなくなった。まだ諦めるな。さあ残すところはあと一発の状況です。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまでは下手に動けないか。試合は終盤に差し掛かりました。ここからは一発の重みが増します。もう行けよ。やるではないか。なかなか白熱した、どちらが勝ってもおかしくないラウンドでした。いかがでしたか？同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になるのだな。さあ重要なラウンド見ていきましょう。もっともっと我が輩を楽しませるがよい。ダッシュで前に出る。プレイヤー2、体力状況で先に有利を取りました。差はついたようだがまだまだこれからだ。次はどう出る？プレイヤーはここでの、あっとここで S へ。どうだこれは。殺意の一戦で貫く方天豪華が決まった。プレイヤーはこの飛びは見えている。ラッシュして KO。 いいね。試合が始まります。我が輩を楽しませてくれ。さあまずは飛び道具で牽制していきます。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がりとなります。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ技が空振るかどうかのギリギリの間合い。画面中央どちらがラインを押し上げていくか。あー今のは素晴らしいね。さあコンボでしっかりダメージを取っていきます。弾で反応を見ているか。壁際での弾打ちで丁寧にプレッシャーをかけていきます。ドライブラッシュで攻め続けます。ここでバーンアウト。ちょっと危ないなこれは。 KO。 いいね、とどめまでしっかり。やや一方的な展開が続いたラウンドでしたがいかがでしたか？これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味。まだわからない。さあ飛び道具を見せて。試合は序盤、立ち回りはどうなるか。頑張っていってもらいたいよね。この距離うまくプレッシャーをかけつつもダッシュで前に出る。投げに成功。ここからそうか、ダッシュで攻め継続を選択。攻めのドライブラッシュ。プレイヤー1、バーンアウト目前。体力差はあるがまだひっくり返すことは十分可能な状況です。逆機銃から、はい、フィニッシュまでお見事。見事。さあ一本返してマッチポイント。両者互角の勝負だ。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。さあこれが最終決戦ファイナルラウンド。もうぶつかっていくしかないね。この距離は弾でのプレー。ゲージを使った。攻めのドライブラッシュ。壁に追い詰めてチャンスになります。どうした、いけるだろう。スーパーアーツにゲージを使いました。いやすごいな。全てのゲージを使った。ここで大きく勝負に出るか。どうした、立て。プレイヤー2、ドライブラッシュ。ここで投げに行った。やっぱりやるではないか。ここで球を打つ。この距離で仕掛けるか。ラッキーの防陣から攻めるか。両者ラインを守っての位置取り。ゲ
断で救っていく。見事だ。アーマウトした。ここで KO。 一分やり合うがいい、争うがいい。投げは届かない距離。さあまずは飛び道具で牽制していきます。さあラウンドはまだ始まったばかり。さあ張り切っていってもらいたいね。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。飛び道具で対応を迫ります。しっかりと切り返していきます。さあどうだ、もうちょっと。体力差は若干ありつつまだどうなるか分かりません。飛び道具でペースを変えていきます。下段を見せていく。ここで追い詰められた。どうなる。さあここからだ。このフラッシュで前にスローが入って、おー、手を決まりました。勝負あったね。さあこのラウンドはいかがでしたか。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。飛び道具で攻めの起点を作る。さあ投げが決まりガードを崩します。今の投げは良い勝負だったね。両者序盤の主導権を握りたいか。いやこのラウンドはどうなるんだろう。思い切った溝をつくだき。さあお互い攻める。さあここは異性を使って勝負に出る。見事だ。持ちが乗った新昇竜拳をお見舞い。どうした風止まる。中足ヒット。あっぱれ、やるではないか。画面端、試合はどう。ここでバーンアウト。ここまでなのか。きっちり飛びは起こしました。KO。 逆境を跳ね返す鮮やかな逆転劇になりました。よく折れずに戦った、さすがだ。幅で揺さぶる。ダッシュから後陣から攻めるか。混合着火でここで精を使っている。いざその調子だ。これが吉と出るか凶と出るか。レベル3だ。ここ画面端にもつれ込んだ。弾はパリ。ここで弾を撃つ。防塵を入れて飛び道具で追い詰めていく。ラッシュして前捨て。弾は弾いた。ここは出方を浮かばん。ドライブラッシュで勝負。弾で揺さぶる。ドライブラッシュ、ここでバーンアウトしました。地獄の沙汰ほど。ここで KO となった。良いとどめだ。あっという間の一戦でした。今の戦いどんな風に映りましたか。滅殺豪気。己が拳を極めんため殺意の波動を身に宿し戦い続ける修羅。帝津不明ライクス不明ハイト178cm ウェイト 90kg。 見てくれてありがとう。